ああ、あんた狩人なんだろ？だったら知らないのかい？どっか安全なところをさ。私は知ってるよ。もう家の中だってダメらしいじゃないの。あんたたち狩人が役立たずでこんなことになってるんだから。私を助ける義務があるってもんさ。さあ早く。どこか知ってるんじゃないのかい？なんだいそりゃ。役立たずだね。それとも、ババアに用はないってか。ああ、よそ者なんて所詮そんなものだよ。どうせ私らをおかしいと思ってるんだろ。消えちまいなよ。私は知ってるんだよ。またあんたかい。しつこいね。役立たずに用はないんだよ。それとも見つけたのかい？どこか安全なところをさ。ああ、そうかい。よそ者もたまには役に立つじゃないかい。さあ、もういいよ。行った行った。あんたの仕事は獣狩りだろ？さっさと終わらせてほしいもんさね。なんだよ、あんた。恩を着せようってのかい？だったらとんだお門違いさ。ヤーナムがこんなことになったのも、お前らよそ者のせいに決まってる。あたしらの血を、お前らが汚したに決まってるんだ。近寄らないでおくれよ。あたしは知ってるんだよ。あんた、近寄らないでおくれよ。あたしは知ってるんだよ。ああ、なんだってこんなことになっちまったんだい。ああ、昔はよかった。楽しかったね。ああ、お帰りなさい。早かったね、私の可愛い子。大丈夫かい？何か辛いことがあれば、お母さんが何とかしてあげるからね。大丈夫かい？もしかして何か辛いことがあるのかい？ああ、そうなのかい。よかったね。あんたは優秀だからね。でも何か辛いことがあったら、我慢せずに言うんだよ。小さい頃からあんたはずっとそうなんだから。大丈夫かい？もしかして何かつらいことがあるのかい？ああ、そうなのかい。なんてかわいそうに。でも大丈夫だからね。ほら、これですべて忘れてしまえばいいのよ。嫌なことは全部ね。どうしたんだい、あたしのかわいい子。まだ何かつらいことがあるのかい？ああ、そうなのかい。なんてかわいそうに。いい子だから少し待ってるんだよ。お母さんがすぐに何とかしてあげるからね。いい子だから少し待ってるんだよ。ああ、おかえりなさい、あたしのかわいい子。ごめんね、待たせたね。でもほら、これですべて忘れてしまえばいいのよ。嫌なことは全部ね。
お父さんに似て。